い、ではね、続きをやっていこうと思うんですけど、まずね、サブイベント回収していきます。この人、困ったな、困ったぞ。どうしたんですか？おさんに言われてこの辺りの鉱物調査に来たんだけどね、ちょっと問題がさ。どんな問題なの？あれ、その声はやっぱりバスカルか。おさんの頼まれ事ってやっぱりバルキニウス・クリアスと関係してるの？バルキニウス・クリアスが機能を停止したことでの影響調査を命じられてね、やっぱり大変な事態になっているんですか？ん？どういうこと？あなた壁を見ながら困ったと言ってましたよね。いや、困っていたのは別のこと。ここの岩盤が思ったよりも硬くてね、スコープしか持ってこなかったから調査しようにもできなくてさ。なんだ、よかった。このようだとドリルが必要なんだ。君たち持ってる？確かゲットしたよね、ドリル。お姉ちゃんの部屋ないろいろあるかも。はいはい、このスコップあげようか。好きに使ってよ、スコップ。ドリル確かゲットしたよな。よいしょ。うん、でドリル渡して、ただのお疲れさですまないね。本当だよ、こっちだっていろいろ大変な時なのにさ。うん、あれ、そうなの？焦ってやらないといけないこともあるけど、私たちにできることも限られてるでしょ。まあね、できることをやっていけば可能性が広がるっていうか、もっとうまくいく気がするの。ソフィーやリチャードのこと？うん。焦ってもうまくいかないこともある。そういう時はやれることをやってごらんなさい。シェリアのお母さんってどこにいるの？あ！そうなんだよね。小さい時亡くなってる。うん。そう、できることからやるんだよね。地道にコツコツな。よし！オッケー、母の遺言を守る子。いや、いい子に育ちましたよ、シェリアは。さて、高箱取ろう、ここ。お、エナジーボトル。で、この先ですね。2階の雪道。めっちゃ寒そう。ソフィー？ああ、ソフィー、ソフィー大丈夫？ソフィーしっかり。すごい熱だ。大変。ソフィー、これ以上は無茶だわ。引き返しましょう。大丈夫？冷たくて気持ちいい。ごめんね、アスベル。私、ホドラに行かないと治らないんでしょ？それは私がみんなと違うからだよね。違わない。お前は俺たちと何も違わないさ。そうよ、サフィ。これ以上みんなに迷惑かけたくない。何を言っているんです、ソフィ。気をしっかり持つんだ。私もうみんなの顔も何も言えない。ソフィ、早く装置を動かせるようにして、ソフィーをフォドラへ連れて行かないと。なんか体が点滅してんのが気になるよな。こうなんかおもちゃであるやん、あのピカピカ光るやつ。あんな感じよね、今ソフィーな。あ、ミルク。いや、心配になるって。ちょっと
とね、すごい、だって熱が高い状態でこんな雪道歩くっていうのもやばいですよ、ほんと。いや、ムーンさんもさ、手術した後さ、やっぱりなんかこうお腹を切ったからさ、熱が出るわけですよ。もうめっちゃ辛かったもんね、ずっとベッドの上にいたけど、それだけでも辛いからさ、なおね、ソフィーは歩いてるわけですよ、さらにここ。いや、めっちゃ辛いだろうな。ここが空の海に穴を開ける熱線を打ち出す施設か。ふむ。この施設がちゃんと動けば、ストラタにあるのと一緒に海辺の洞窟から操作できるはずだよ。これもし動かせたとしても、また海辺の洞窟行かないといけないんだよね。結構遠いよな。なになに？どうかしたのか？前にシャトルを制御するのにお姉ちゃんの力を借りられたらって言ったのを覚えてる？そうだね。フォアソンに事情を説明して、あの子から話をしてもらうよう頼んであったんだけど、フーリエさんに断られたの。研究所にこもりきりで会えなかったみたい。あ、そうなんだ。手紙は置いてきたみたいだけど、この分だとシャトルの中から自分で制御できるように改造しないとダメかな。そんなことが可能なのか？時間さえあればなんとかなるよ。それがなさそうだってのが今の一番の問題なんだけどさ。ソフィーがな。とにかく今は中に入ろうよ。できることから片付けないとね。お、ちょっと待って、なんかね、こっち側にもね、道があってね、アイテムが回収できるみたいなのでね、ちょっとアイテムの回収してこようと思いまーす。さて、ここで一つディスカバリー、これですね。他の可能性の模索。バルキネス・クリアスって世界に三つなんだよな。うん、風、水、火の三つ。四つ目なんてないのかな。この氷沈下みたいに氷とかさ、それがあればフォドラなんて場所に行かなくともソフィーを治せる可能性が残されているかもしれないだろ。アスベル、支離滅裂だよ。氷だって三つのエレスの割合の問題だもん。四つ目なんてないよ。間違いないのか。誓ってもいい。バルキネス・クリアスに限らず、普通のクリアスだって3種類のエレスが基本だもん。へえ。あ、ただ3つを基本にしているのが命だから、第4というより0番目が命を構成しているものとは言えるかも。ん？何にしても今の私たちじゃどうにもならないってこと。まあ、そうか。変なこと言ってすまない。しっかりしてよ。みんながしっかりしないとフォドラに行けないんだからね。お父さん焦ってますね。はい、ちょっとね、アイテムの回収してきました。で、ここのスキット取って中入ります。女は強し。大丈夫でしょうか、ソフィーの体調は。もう一度ちゃんと医者に見せた方が。無駄だよ、二人とも。アンマルチア族でも対処できないんだから、ソフィーを助けるにはフォドラへ行くしかないよ。私もそう思うわ。ごめんね、迷惑かけて。でも私はみんなといたいの。ごめんね。いいのよ。でも本当に無理だと思った時は私があなたを連れて引き返すからね。うん。愛に溢れとる。いいパーティーだ。で、じゃあ中に入るぞ。結構なんか長いダンジョンっぽい感じがするんですけど。雪に閉ざされた遺跡。お、逆襲のパスカル。お姉ちゃん、まだ怒ってるのかな。前々からあなたに言いたいことがありました。お、フーリエさんが怒っていたとしても別にあなたが悪いわけではないじゃありませんか。弟か。慰めてくれてるの？勘違いしないでください。あなたらしくないと思っただけですよ。慰めてくれてありがとう。ですから、慰めてるわけじゃ。慰めてるよ。それじゃもう言いません。
あら、かわいい。ここは？操作。適当に押しちゃうよ。お、え？あ、なにこれ、起動していいのかこれ。よし、やるぞ。さあ、かわせるか。意志を刈り取る。一旦再表示。よし、かわせるか。見切った。意志を刈り取る。かわせるか。意志を刈り取る。一旦自然熱検証。甘い風よ、ビエン。かわせるか。よし、これ一匹。甘い。うわ、ヤルサートもさ、なんかめちゃめちゃ範囲大きくな、広くなってない？なんかやっぱ消防となっても大事ですよね。よし、あと一匹。オッケー。この剣の前に敵はない。これなんだろう。ウィーン。え、なにこれ。なるほど。ああ、わかったわかったわかった。はい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 。落ち着いていけば問題ない。先進客の位置を借り取る。右下再表示。なんかね、ディスカバリーが1個あるみたいなんですけど、それ見てから今回終わりにしたいかな。再表示。ライザンショー。入れよ、破壊の位置。先進客最新兵団。よし。と、昔のことを後悔するんだ。で、アイテム取ってグレープグミポイ。それでですね、こっちにディスカバリーがあるみたい。だから、じゃあ今回これ見て終わりにしようかな。はい。お、これかな？ディスカバリー。故郷への思い。どこでそんな話を。緊張しているのか？これからのことを考えると、少しも気が抜けません。それに、教官だって人のこと言えないんじゃありません？どうしてだ。そこヒゲの剃り残しがありますよ。いろいろ心配が尽きないんじゃないですか。参ったな。だがアスベルやお前たちフェンデルではみんなが俺を助けてくれたからな。それに俺はフェンデルで待つ人々の期待に応えなくてはならない。知ってますか？故郷の話を始めるのはこれから死ぬ人によくあるんですよ。フェンデルを立て直すまで死んでた。この絵よ。よし、なんかもう一箇所あるっぽいな、ディスカベリー。じゃあちょっとそこまで進んで、そこのスキット見て終わるわ今回。はい、でここがもう一つのディスカベリーかな。朽ちた機械の墓場で目的は何だ。パスカル、アンマルチア族って何なんだ。どったの急に。この遺跡や世界各地に計り知れない技術を残しておきながら、俺たちはほとんどそのことについて知らない。うん、これってやっぱり変じゃないか。アスベルたちには話してなかったかもだけど、私の研究ってね、アンマルチア族のルーツを探ることだったの。ルーツ。うん、でね、セイブルイゾレのエイジの蔵に入ったりして確信したんだ。アンマルチア族はフォドラからやってきたって。フォドラから。だから絶対にフォドラへ行く方法がある。そしてそこは私たちが想像もできないくらいに発達して栄えた文明があると思うんだ。ひょっとしてソフィーを助けるのが目的じゃないな。違うよ、コミだよ。どちらがコミだよ。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。じゃあ次回もここのダンジョンの続きからやっていきます。ご視聴いただきありがとうございました。